おはようございます。おはようございます。いや、サッカー選手か。え、サッカー選手か。あ、花粉でか。花粉ひどいもん。はい、めっちゃ面白い話あるっす。何ですか。主役主役っすか。アインさん、アインさん逃げないでくださいよ。じゃあこの間現場帰りで3人で運転してて、アインが一番右の席に乗ったんですよ。で、なんかチラって横を見たら、なんかチャリンコ乗ってる女の子いて、再現します。おー、かわいいね、かわいいね。まずいやつだ、あいつ。お、かわいいね。あ、逃げたった。何ヶ月前、そんなこと言ってんじゃん。撮ってない。まあ、撮ってない。ルイじゃないでしょ。ああ、ちょっと出たメゾンで、メゾンでちょっとショウさんがせ、ショウさんがやってくれたけど、自己紹介。あ、自己紹介しようの。ちょっとだけね。鬱陶しい先輩代表。そうですね。鬱陶しいんじゃないよ、お前。住んでる代表だったよ、お前。最近こいつがバレてきとるもんな、だんだんなんちゃら。俺が降りてきても、超つまんない顔してるし。本当ですよ。もう、トシ君そっくりよ、お前。トシさーん。うるさ。緊張迷惑だし。お前緊張ない。そういうとこ、そういうとこ。そういうとこ。叩かれろ。で、何、お前、何、入ってどんだけや。20日ぐらい。20日で1ヶ月後経って、いや、お前、一つ聞くよ。いくら俺から借りとる。知ってるか。あ、10万 ?1 万じゃない。最初いくら借りてる。最初は7万借りた。7万借りたんですよ。はい、あと全然上がってきて、フェイスタイムモードとか。そうです。フェイスタイムモードしてきて、お店の番号とかで、もし、来客して。お前、仕事のこと頼むとさ、いや、社長から連絡なかったわけ。自分のことは何とかしてでも連絡取ろうとするな。会社電話したり携帯にフェイスタイムモードに言われたり。お前はそんなこんな感じだもん。盛り上がる。何歳お前。19の秋がほんとこうで LINE 調べてきて呼んでたね。7万借りた、はい、こいつ前借り最初に、いつ借りた。先週の金曜日に借りただろ。はい、でお前追加でいくら貸してくださいって言って3万、18日に貸してください。あ、はい、ですぐ24だね。4日、5日ぐらいか、5日ぐらいか。でまた財布落としたら3万貸してくださいって言われて。え、その7万入った財布落としたんですか。じゃあ現場の昼休憩の時に、コンビニでご飯を買ったんです。カバンに入れてたんです。帰ってから聞いて、一緒じゃないですか。なんで一緒だった。その時松田さん。これは事件だぞ。事件。松田さんそんなことする人じゃないから。コンビニ行ってた。いや、聞いてます。昼ご飯をトラックに棚入れたから確実。ないんだろ。なかった。確実じゃない。お前そういうやつよくおるもん。じゃあ俺もそうだ。これここ置いといたろとか言って全然家なのことよくあるもん。まあ、じゃあ俺飛ぶからとかさ、しかもまだこっち1回か2回ぐらいしか会ってないじゃん。しかもまだ現場も見てないし、はい、こいつ飛ぶなと思った。7万借りて3日4日ですぐ3万って言ったんで、しかも3万じゃないんだ。なんか電話してきてって喋るんで、そう疲れる。あ、ルイか。ルイじゃないってだから。ルイじゃないってどうした。いやー、なんでちょっとこれなんで最後落とした。あ、そうか、前借りか、前いいぞ、いいぞ、で、その、こっち、そのかなと思ったんですよ。で、いくらだって言ったら、いや、なんとかがいるんで、家賃がいるんで、これがなんとかなんで、とか、で、言い訳が欲しかった。でもいいや、いくらだ、ちょっと俺もなんか忙しいんだよ。誰かと一緒に思ったのかな。ずっとこいつ長いわけ。やれで、で、なんか、明日こういう用事があるんで、みたいな、なんかそんな感じだよね。なんか、で、ほんで、ほんでいくらなの。無理や、はい、金額決めろ。で、あとは家賃があるんで、あ、わかりました、とか言って、またなんか言い出したよな、お前。覚えとる電話で、こいつ、うっとうしいな、なんて、お前。簡潔に言えよ、つかん。いい部屋で思って、お前、俺、どんな金持ってると思ってんだ、と思って。さ、お前が3万とか5万とか、俺、関係ねえもんな、と思って。で、お前もう飛ぶな、と思ったんだ。なんか、ギリギリまで大体借りて、働いた分、借りれるだけ借りて、飛んだろ、みたいな感じなのかな。うん。おい。
もうおらんくなってるかなって言ったら。で、カバン持ってって、カバンに財布、まあ、入れたのか、コンビニ忘れるか分からんけど、はい、カバン持ってって、僕、カバンを外出した。いや、その足元に。そうだろ、はい、後ろとして、家帰ったんだろ、はい、どっか帰りに行ったとかないいや、ないです。もう、絶対ない。コンビニ忘れてるから、道しかねえから。はっきりさせるよ。自分で。会社ももうすぐ近くか。あ、もしもし。はい。一週間ほど前。まあ、4日、5日ぐらいかな、いつ3日、4日ぐらい前3日、4日、3日、4日ぐらい前にそちらで財布を落としたかもしれないんですけど落とし物ってないですか。どんな感じの財布ですか。ちょっとあのカウンターの方確認してみますけど。あ、はい。どんな財布。ちっちゃい小銭入れ。何色の財布。紺色の。紺色のちっちゃい小銭入れですね。今少々お待ちくださいね。確認してみます。はい、はい、あ、もしもし、はい、はい。川ですか。川？川です。川。はい。あの紺色。紺色。はい。そうですね。布製のものはあるんですけど。ちっちゃいやつですか？免許証入ってる。ちっちゃいやつ。入ってない。マイナンバー。マイナンバーカードか。あ、マイナンバーカードが中に入ってるんですけど。マイナンバーカード。身分証。はい。まあ、これだったら面白いです。でも顔色って言ってる。マイナンバーカードは入ってませんね。あ、じゃあ違う。わかりました、ありがとうございます。なんかメモかなんかあります。いや、メモは多分ないと思います。電話番号の書いたメモ。電話番号の書いたメモ。あ、ないです。あ、そうですか。ちょっと違うやつですね。布製の方で電話番号のメモが入ったのがあるんですけど。あ、はい。マイナンバーカードは入ってないですね。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、失礼します。次を差し掛けまして、なんかメモが入った財布してないですかね。財布られるぞ。やめなさいよ、詐欺やないか。なんか電話番号が入ったメモが入ってると思うんですけど。ない。あ、ないな。トラックに本当にないんですかね。トラックにはないと思う。あったら来るわ。隙間に入ってしまってるとか。嫌だな、こういうの一番気持ち悪いな。どうするの。ただとりあえずカードも全部溶けてるんで。うん、再発行して。あ、ナンバーカードって大変じゃん。そうです。待てけど。まあ、じゃあ信じたのかな。お前のこのたった入って1週間で10万円借りた騒動。飛ばないように。あ、飛ばないように。飛ばないように。まあ、もう飛んでもいいよ。とりあえずレッドブルは飲まないようにしよう。あ、コスパス入っちゃう。でも全然意味からこと言ってるし。飛んでちゃって。あ、モンスターハラ。関係ねえし。関係ねえし。翼入るね。でも、働いて何日？は、20日ちょっと。あ、もうそんな2週間、3週間ぐらい。どうだ、仕事は。楽しい。続きそう。はい。まあ、無理しから、まあ、やられてやられるって言う。まあ、せめて応援だけで見に来るから、まあ、飛びます、ね、飛びますって。そしたら、まあ、俺連絡入れたんだけど、俺だって悪なのね、カモン。そんなこと言うな。あ、カモンっていうのは、そのまあ、まだ、あ、まあ、酒とかになってきたらちょっと寂しいなってなるんですよ。お前こんだけ1ヶ月です。もう続くよ。でも、お前はまあ、やめるって言ってやめるから。本日の動画は次が、はい、まあ超面白いですね。2週間3週間、はい、まあ若いのにね。どっから来たんですか。兵庫県から来て、はい、南からは初めてだな、ね、兵庫から来て一生懸命19年で1人暮らしして頑張ってますので、はい、また応援よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこれもう可愛いで、どんなのファンが来るのか。そうですね。喜んだ。今みんなインスタやっとるの。ミオもやっとるの。私めっちゃ頑張ってますよ、普段やらないこと。アピールしようやろ。お前もここだ。お前も料理取るよ、なんかアピール。え、やってます、アピール。アピールしてこそなんぼです。間違いねえ。せーの、まだね。
やん。